ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はジャンボ鶴田、もしカールゴッチの指導を受けていたらについて触れてまいります。鶴田はミュンヘンオリンピックアマレス日本代表という輝かしい実績を引っ提げ、全日本プロレスに入団しました。入団後、ザ・ファンクスの下でプロレスのイロハを学んだ鶴田ですが、もしカールゴッチの指導を受けていたらどんなレスラー人生を過ごしたことでしょう。ちなみに鶴田のライバルタイガー戸口はニップロ時代カールゴッチの指導を受けています。ただでさえ怪物レスラーと称される鶴田ですが、ゴッチの指導を受けていればさらに誰も手をつけられない怪物レスラーとなっていたことでしょう。ゴッチの指導を受けられなかったことは鶴田にとって大きな機会損失だったかもしれません。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はジャンボ鶴田、もしカールゴッチの指導を受けていたらについて触れてまいりました。